はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もトレーディングカートの開封でございます。今回はですね、前回 あのヤクルトの スタンドレジェンズの開封の動画でもお話をしましたけれども、今回はですね、広島東洋カープの、スタンドレジェンズの、開封になります。スタンドレジェンズは今年阪神、横浜、ヤクルト、に続いて動画にするのは、4球団目、5球団目かな。で、あとは、なんだ。まあ、一応セーブも、まあ、半プライベートで開けてはいるので、まあ、6球団目、5球団目になるかと思います。はい。ではね、まあ、早速見てみましょう。なんかすごいかっこいいですね。で、スターズ、まあ、現役選手だと、大瀬良選手だとか、あとは、鈴木誠也選手、小園選手、菊池選手、今年調子、ね、前半調子が良かった、堂林選手など、数々の、ね、まあ、スター選手がいますし、あとは、こっちですね、こっちの、あのレジェンドの方は、江夏さん、大野さん、あとは、島さんとかね、達川さんもいますね、とかもかなり有名なね、選手もいますんで、あ、栗原さんもいますね。はい。いいですね。まあ、直筆サインカードと、あとは、なんだ、レギュラーカードが2枚ということでね、まあ、これもまたマグネットホルダーに入ってるっていうね、まあ、全部でね4枚しか入ってないんですけれども、それでもねかなり、高級感あふれる、いいボックスかなと思います。個人的にはすごく好きな箱ですね。さあ早速開けていきたいと思いますよ。よいしょ、よいしょ。よし、じゃあ開けていきましょうか。まあ、今回の、そうね、サインカードが欲しいのは、個人的には、まあ、鈴木誠也選手か、あとはね、堂林選手が欲しいなと思いますね。まあ、堂林選手、同じ愛知県出身ということでですね、まあ、2010年の、ね、中京大中京対日本グリーンのね、試合を見てましたからね、すごかったよね。さあ、ということで見ていきましょう。まずはレギュラーカードみたい。レギュラーカードは、レギュラーカードは、なんか、ん？どこ行った？レギュラーカード。痛い。指挟む。レギュラーカードが、こちら。ほい。渡辺弘樹選手。ほほう。73分の2。75年から79年まで、広島東洋カープに在籍した方ですね。阪急ブレーブス、現在のオリックスですね。ほほう。へぇー。なるほど。年代を感じる写真でございますね。はい。さあ、ということで、サインは、これ。おう、小早川さんですね。小早川武彦選手の、サインでございます。ほほう。ほほう。かっこいい。49分の24。いいんじゃない？かっこいいね。なんかおしゃれだね。まあ、ね、前回ヤクルト当てましたけれども。あれですね、こう金箔をこうゴッて入ってるとこう何て言うんだろうね、引き締まる感じがしていいですね。前回のヤクルトのねやつはヤクルトのやつですごくかっこよかったんですけど、なんだろうね、こう何て言うんだろう、金の箔押しが入ると高級感が増す感じがありますね。おしゃれ。ほい。でこっちがレジェンドだったから、こっちが現役選手かな。まずは、レギュラーカード。ルーキー。石原智樹選手。ほほう。はい。50分の3。2019年の、ドラフト5位でカープに入団。石原、智樹選手。はい。はい。さあ。
ということでラストでございます。まあ、ここは現役選手でちょっとシェアナンバーとしてはいい感じのやつが出てくれるかなという感じ。ルーキーだったぞ。ルーキーだと誰だ、石原選手とかか、そんな感じだね。あと誰かいたっけ、レキュー入ってる選手って。せーの、はい。あ、全然違った。玉村翔吾選手っていうのかな。はい。ルーキー、久しぶりにルーキー出たね。ルーキーシグネーチャーの玉村翔吾選手ですね。はい。なるほど。おしゃれ。25分の7。玉村翔吾選手って言ったっけ？わかんない。はい。ルーキーですね。今年のルーキーは今後、活躍をしていってくれるといいなというところですね。はい。玉村翔吾選手。今年のドラフト9位の選手なんだけど。後で変えてきますね。いいっすね。はい。ということで、今回は、そんなにシティアルナンバー的にはあれでしたけれども、現役選手が今回ルーキー&ルーキーでしたね。ルーキーが出てたのは、2019年の、ドラゴンズのやつを上げた時に、当時和田さんと、ルーキーの去年なので、柿越健心選手、ネオ選手とのね、中学の同級生の選手が、出たのは覚えてますけど、それ以外のルーキーの選手っていたかな、あんまり覚えがないけど、でもね、いいですよね。今後ね、活躍を期待したいなというところでございます。はい。ということでですね、今回は、こんな感じでございました。そんなにシリアルナンバー的にはあれですけれども、今後楽しみな選手だとか、小早川さんは僕も存じ上げてるぐらい有名な方なので、その方のね、サインがゲットできたのは非常に嬉しいことかなというふうに思います。ということでですね、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また他のスポーツ系のトレーニングカードとか、最近やってないですけど、映画とか、スターウォーズとかね、またね、ドラゴンの開封とかもやっていければと思いますので、そちらの動画も見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。